共通テストでは、やっぱり思考力を問うって言ってるだけあって、推測させる問題がところどころで問われてます。推測させる問題というのは、本文にははっきりと言及されていない。書かれていないんですね。ですけども、本文の一部分の情報や全体的な流れを読み取って、あ、おそらくこの筆者だったらこういう行動をするだろう、だったり、筆者だったらこういう思考だろう、 っていうことを推測する。このタイプの問題が、やはり苦手な生徒は多いようですね。おそらく一番の原因は、そもそも自分事と,として読んでいない。没入感を持って読んでいないからなんじゃないかなと思うんですね。えー、例えば、小説とかを読むときにですね、小説の主人公だったり、キャラクターに自分をこう重ねて、ワクワク、ドキドキ、 しながら読んでいくっていうのは誰しも経験があると思うんですよね。伝記や小説だった場合は、そのキャラクター、主人公に自分を投影して、没入していくと、おそらくこういう行動を取るだろうな、この日下だったらこうするだろうなっていうふうに自然と思うと思いますし、論説文、評論文であっても、書き手というのは感情を持った人間ですから、この書き手、わものすごくワクワクしてるなっていうのを、たとえ論説や評論であっても感じていただければ、 たとえヒントが些細なところにしかなかったとしても全体を通してこうするはずだっていうのを読み取っていけるんですよね。ですので一番のポイントは没入感を持つ自分ごととして読んでいくそういった要は本来の英文との向き合い方英文というかそもそも文章の書き手と読み手との対話をしっかりとできるかだと思うんですよね。 なんで、これはもう、すぐ、え2、3日でマスターできるとかいうものではなく、普段の読書体験とかにも関わってくると思いますので、普段から生徒を自分ごとして巻き込むような読書体験を持たせてあげていただけたらなと思います。